吹雪新監督が指揮を取ることになったアレンデールエスタディオフローズにイービルヴィランを迎えた C2 リーグ第5節。視界を遮るほどの猛吹雪の中行われたゲーム。最初のチャンスは首位のイービル、ロブルッチからティーチがシュート。最下位に沈んでいるアレンデールは首位相手にもひるまず果敢に攻め込むと、ホロホロのドリブル突破から最後はオラフ。アレンデール復帰後まだゴールのないオラフ、惜しいシュートで先制点を狙います。わずかに右へ逸れました。徐々に主導権を握るアレンデールはクリストフからキュレム、味方とのワンツーから強烈なシュートを放ちますが、イービルの守護神サノスがファインセーブ。枠を捉えます。直後のコーナーキック、エルサコとエルシーニョがヘディングシュート。惜しい場面が続きますがゴールを奪うことができず、アレンデール優勢のまま前半を折り返します。開幕から4連勝中のイービルですが、この日は劣悪なピッチコンディションに大苦戦。多くの選手が精彩を欠き、いつもの圧倒的な勢いを出すことはできません。ホームのアレンデールはハヌン・ユズドゥルムがあるためユズを投入すると、63分、ペナルティー枠付近で味方とのパス交換からシュート。デビュー戦でいきなりゴールかと思われましたが、ボール1個分わずかに外れてノーゴール。このプレーには詰めかけたアレンデールサポーターも大興奮。試合はスコアレスのままゲーム終盤へ。押せ押せのアレンデールはユズのパスから右サイドを破った室谷東志郎。一方のイービルヴィラン、セフィロス、ティーチとつなぎますが、ラストパスは味方に合わず。すると84分、クザン、室谷とつないで、最後はオラフが左足。ゲームの終盤、ここで大きなゴールが入りました。均衡を破ったのはアレンデール。雪が降り積もったピッチでも絶妙な連携を見せ、最後はエースが待望のゴール。前線は常に狙っていないとこの動き出しはできないですからね。さらにチーム全体のスイッチの入り方もここぞという瞬間でしたよね。まさかの先制を許したイービルはこのタイミングでメレームを投入。しかし一向に改善傾向が見えないイービル、悪天候と劣悪なピッチに最後まで苦戦し、チャンスを作ることはできません。天候を味方につけたアレンデールは首位を破る大金星。吹雪新監督は初陣で大仕事をやってのけました。